界最大の魔女パンドラの役に曽我真知子でございます。1年間プテラレンジャーメイン役をやりました千葉玲子です。私はあの戦隊シリーズの下手さ、アクションの下手さの3本指に入ると言われ、本当は1番に入るんじゃないかと言われているあのアクションの下手さだったんですけど、そういえば曽我さんも結構アクションとかこう、大地に眠るとか、ええ、その他もろもろやる強くないんだけだからそう、アクションはどうでしたか？今までやった中でね、アクションっていうのはなんと魔女じゃなくて、なんとね、デンジマンとかサンバルカンとか、あのなんかマシンマンとかいろんなもので、あんまりこうあの女王とかあのはみんな椅子に座っててね、どっかりとしてることが多かったんですね。で、魔女の方でちょっとロケ行っていたずらしたり、5年3組魔法組ではピョン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 飛んでみたりね、そのくらいのアクション。それからそう、ね、あの自転車にあの、ね、バンドーラが自転車に乗る、あれが怖いんですよ。結構ね、お尻がストンと落ちそうなのね。ちっちゃい自転車なんですよ ね。そう思い出した。屋上で空を飛んでるところを見せるために、うん、屋上に乗ってぐるぐる回るところ、あの時強風が来たのね。そしたらあのバンドーラ、頭が大きいでしょ、強風でもカツラがね、あのカツラが落ちそうになったの。あの時は下見れば人がこんな小さく見えて、まああれも怖かったわね。あの爆弾を4発の中を駆け抜けるシーンがあって、あの新堀さんというアクション監督に吹き替えを使ってもいいぞと言われたんですけど、あの自分でやりますと言って走った時が一番怖くて、あのテストではあのすごい遅く走って、私運動が苦手なんですごく走るのが遅いんですけど、あの本番になったら急に速さがテストの2倍になっちゃったと言われて、それが一番今でも怖くて思い出に残るシーンです。先ほどちょっとあの VTR 見てたらば、まあなんと25年前のカッパのさんって、そうですね、25年前、ね、すごい若くて綺麗だったじゃないですか。それは言わせなくていや私もびっくり10レンジャーをやって、あのアクションはあの5人で一番下手だったのはもちろん、あの劇やダンやゴーシやボーイにいろいろ教えてもらいながらやったんですけど、あのみんな優しくてね、私が泣いちゃうとみんな大丈夫かって助けに来てくれるんですよ。でも慰められちゃうとね、余計なんか悲しくなっちゃってワンワン泣いて、そうなんです、メイの衣装が途中でキュロットから、あのショートパンツに変わっちゃったんです ね。あれはあの東條監督が、あのやぼったいからやめろとか言われてもっと足を出せっていうんですね東條監督が。それであの出してもいいかと聞かれて、いやいいですって言って短くなったんですよ。あ、それって変わったのね、はい、突然にショートパンツになったから、あれどうしたのかしらと思ってでもあれのおかげでなんか、今までは太ももは怪我をしなかったのに太ももまで怪我をするようになっちゃってそう結構大変でした。あと髪型はあのメイクさんがあの50は全部変えたいという意思があって、いろいろコロ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 と変わって、はい楽しかったですこれからももっともっと悪に徹して、そして楽しく仕事をします。皆さん期待してください。上京してきてから初めての仕事が10レンジャーだったんで、あの監督に怒られながらもあのドラマというものを経験して、あのお芝居の勉強をさせていただきました。これからもあのお芝居の勉強をもっともっと頑張って、映画なんかに出れればいいなと思っています。どうぞもこれからも応援してください。世界最大の魔女バンドーラ、ドドララドドララバンドーラ、イエーイ